皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説戦闘奇跡3実況プレイパート34やっていきます。この、要塞で、エリオットのお父さんクレイグ大将かに会いまして、まあ、この、サザーランド州で起きている騒動についての、任務のね、そのおそらく敵が潜んでいるであろう場所っていうか、なんかそういうちょっとなんていうの、監視の厳しい場所に入る許可証的なものを、用意していただきまして、でそこに入るためにはセントアークの、領主であるパトリックの父ちゃんハイアームズ公からも、許可を得なければならないということで、今回それをやっていきます。セントアークに戻ったリンたちはそのまま公爵家の上官に向かい、事情を説明して面会の時間を作ってもらったのだった。クレイグ将軍の許可書、確かに拝見させてもらった。昨夜の演習地襲撃、サザーランド州はつかぬ身として何とか解決するつもりだったが、よりにもよって我々も手を出せないあの地を拠点にしていたとはな。いや、むしろ彼の地だからこそ人知れず仕込みを進められたのか。閣下、公爵閣下ですら手を出せない場所、やばそうな匂いがプンプンするね。できれば詳しく聞かせていただけませんか。将軍閣下にも伝えましたが、自分たちの覚悟はできています。ひょっとしたら君たちも耳にしたことくらいはあるやもしれぬな。ハーメルという名前を。ハーメル、何て言うかわかんねえ。以前父や家人から聞いた覚えがあります。その昔何らかの災厄が不幸にして起こったと、私もどこかで聞いたような気がする。団長だったかな、どんな話だったっけ。ハルムを南下した先にとある封鎖された廃道がある。ハーメルとはその先にあった村の名前だ。お、やはりあの場所の先か。ですが、あったということは、ああ、その村は14年前にあった山津波で全滅したことになっている。そしてその直後のことだ。南にあるリベール王国との間に百日戦争が勃発したのは。それって百日戦争、リベールへの侵略戦争だっけ。山津波での全滅、しかしことになっているとは。すまないが、これ以上は私の口から言うことはできない。だが一つ言えるとしたら、君たちが触れようとしているのは帝国史の影の部分だ。あまりに悲しく、そして忌まわしいね。帝国史の影、すまない、無用に混乱させてしまったようだ。セレスタン、例のものを彼らに。は、こちらをお持ちください。廃道の鍵を手に入れた。正規軍司令サザーランド州総括者両名の許可を持ってその鍵を託そう。おそらく公の事情については、おおよその事情についてはギルドの行為遊撃士ならば知っていよう。だがこの件についてはくれぐれも公、公開に流布しないと約束してほしい。場合によっては帝国秘密法に抵触し国家反逆罪に問われかねないだろうから。わかりました、丁重に預からせていただきます。トールス7組、君たちに女神の加護をどうか
くれぐれも気をつけてくれたまえ。パーメル、それに百日戦争、戦役か。うん、思いがけない情報が次々出てきたっていうか。ああ、しかも想像以上に後ろ暗い話らしい。そうだね、これからどうする？トバルの定時連絡を待って先に事情を聞いてもいいけど。いや、状況を考えるとあまり悠長にはしていられない。一旦演習地に報告してそのままパルム方面に向かおう。了解。敵の本拠地か。備えは万全にするとしよう。よっしゃ、そうすると演習地に戻ると。で、長距離もパッと移動できるのがね、いいですね。あ、リーン君たち、お帰りなさい。要塞から戻ってきたんだね。ええ、またすぐに出発しますが、その7組の生徒たちは。ああ、先ほど戦術家と合同で紹介を兼ねた機構兵訓練に向かった。なんだ、要件でもあったのか。いえ、今更ながらに後悔でもしているのか。ま、そもそもリーンにツンデレは向いてないし。リーンだもんね。いや、俺は別に。和むのはそれくらいにしてもらおう。調査に進展があったから戻ってきたのではないか。ええ、報告します。ハーメル、前に何かの資料で読んだことがあったけど、そっか、14年前の百日戦役の時の記事だったっけ。うん、よりにもよってあの地に拠点を築くとはな。もしかして何か知ってるんですか。あいにく、この件に関して私に何かを語る権限はない。先ほど赤毛の遊撃士がパルム方面に向かったようだから、そちらにでも聞いてみるんだな。あ、アガットも来てたんだ。うん、確かに A 級遊撃士なら何か情報を知っていそうだな。僕たちも急いだ方が良さそうだね。あ、ここからが正念場だ。いざという時は彼も呼ぶつもりです。踏まえておいていただけると。うん、主計課のみんなにはちゃんと伝えておくね。リン君、エリオット君、ラウラちゃんにフィーちゃんもどうか気をつけてね。はい。じゃあ次パルムか。あ、出ないといけない。じゃあ出ましょう。私もついていければ。それにハーメルだったら私もお参りしたいし。ピータさん、びっくりした。ミューゼちゃん、驚かせないでよ。あ、でもごめんね、そろそろ休憩も終わりなのかな。いえいえ、もう少しくらいはゆっくりしても大丈夫ですよ。でも意外でした。ピータさんもご存知だったんですね。静謐に満ちた、悲しくも美しいあの場所を。安心してください、きっと機会はありますから。先ほどのたくましい赤毛の遊撃士さんと一緒にお参りできる機会が。ミュゼちゃんって本当何者なんだろう。いろいろ怪しいんだよな彼女。
さてでは次パルムと。よし、パルムに着いたな。初めてだけど綺麗な街だね。私は2年前最初の実習できたかな。そういえば3人とは別の班だったっけ。そうであったな。こんな状況でなければのんびり過ごせただろうが。そうだな。街道の入り口は南の方だが、あの執行者の娘に新作が待ち受けているかもしれない。この街で最後の準備を整えてから行くとしよう。うん、ラジャ。よっしゃー。さて、じゃあちょっと、いろいろ消耗もあるので、ちゃんとね、回復をしてから行きたいと思います。なかなかいい釣り場みたいだ。どこを探しても見つかりませんわ。これいかに。すみません、私がついていながら。あれ、どうしたんだろう。ちょっと声かけてみるか。あの、どうかなさったんですか。実はな、妻が財布を落としてしまったのだよ。ごめんなさい。あなたら、私がうっかりしていたばかりに。いや奥様、私のせいです。私がしっかりしていれば。二人ともこの通り落ち込んでしまってな。だってあなたから預かった財布なのに。どうする。先を急いではいたが。そうだね、遊撃士としてもできれば力になりたいかも。そうだな、しょうがないね。よければ自分たちも一緒にお探ししましょうか。本当ですか。おお、それは助かる。町中はくまなく探したのだが、どうにも見つからなくてな。誰かが拾ったようでもなし、川に落ちた風でもなし。なるほど、だいぶ探したみたいだね。大丈夫です、僕らこういうのは結構慣れてますから。とりあえず心当たりお聞きしてもいいですか。うん、我々はパルムに着いてすぐに仕立て屋を訪ねてね、子供服を注文して前金を支払ったからそれ以降のはずなのだが。どうしましょう。お財布が見つからなかったらルナの服を受け取れないわ。奥様、ここまで来たんです。何としても探しましょう。ま、ともかくしないでなくしたのは確かみたいだね。それから仕上がりまでの間、市内を観光することにしてね。他の店を回って土産物も見積もっていたな。綺麗な作品が多くって本当に迷ってしまったのよね。奥様はお買い物なさると長いのです。だって見比べなくっちゃ。家計のことも考えて一番お得なものを買わなくちゃいけないでしょ。貴族にしては金銭感覚のしっかりした人みたいだな。そうこうするうちにアグリア宮殿にあるという石碑の話を耳にしてね、興味を惹かれて見に行くことにしたのだ。ルナが珍しくはしゃいでいたわね。ええ、家族写真も撮りましたし、いい息抜きになりましたね。でも戻ってお昼を食べようとしたら財布が見つからなくて。なるほどな。そうなると街道だとした可能性が高そうだが。あ、行ってみる価値はありそうだ。すまぬな、頼めるかね。我々はもう一度市内を探してみよう。どうかよろしくお願いしますわ。しょうがねえ、ついでにやるか。とりあえず回復とかさせてください。えい。Thank you.
分爽快かな。ふう、一息つけたね。おい、さて、財布を探しにアグリア宮殿までやってきました。どっかの石室でね、あ、ここか。よし、行くか。はいや。よし、さっさと行こう。どうどう。階段無理か。さすが馬。ダメ。よし、行くか。こっからはいいんだ。はいや。これか。ん？こんなところに何か。藍色の長財布を見つけた。なんか王道になってるな。また綺麗な長財布だね。もしかして。うん、あの貴族夫妻のもので間違いあるまい。写真を撮っていたそうだが、こちら側も撮ろうとして落としてしまったのだろうな。なるほどな。それにしても昨日のうちに人形兵器を倒しておいてよかったというか。ああ、この場所だったんだ。時々観光客も来るみたいだし、今度はギルドでも気をつけておいた方が良さそうだね。ああ、よろしく頼む。それじゃあ早速届けてあげるとしようか。うん、行くとしよう。やかろう。どういた？いた。なかなかいい釣り場みたいだ。もうお父様にお母様、エクレアもルナも待ちくたびれましたわ。一人でお留守番なんてつまんないつまんない。こんなに面白そうな町なのにどうして一緒に連れてってくれないんですの。しかし今は財布を探さねばな。あ、皆さん。おお、戻ってたのかね。もしや。ええ、財布が見つかりましたよ。こちらで間違いありませんか。エルナに見つけた財布を渡した。ああ、これです。本当に何と俺を言えばいいのやら。1割ちょうだい。はっはっは、よかったな、ヘレナ。1割ちょうだい。ルナもこれで街を見て回れるぞ。1割ちょうだい。本当ですの？ 1 割ちょうだい。わーいですわ。1割ちょうだい。皆さん、よくわかりませんけど、ありがとうございますですわ。1割ちょうだい。どういたしまして、1割ちょうだい。うん。喜んでもらえてるとき何よりだ。1割ちょうだい。これで注文してたお嬢様の服も受け取れます。1割以下略。どうか礼を寄せてください。まあ次からは気をつけてね。はい、それはもう。そうだわ、何かお礼を。犬さんにだったら500ミラ、そうそうそう、いえ、1000ミラまでなら、そう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 。お礼は結構ですから、でもそれで私たちの気が。ああ、でも今月は旅行もしたし、ルナの服も買ってしまったし、そうだわ、まだルナの服の残金の支払いが。結局予算ギリギリになってしまったんですよね。どうしましょう。ですから俺は気になさらなくても、なかなか倹約家の一家のようだな。そうだな。ではこういうのはどうだろう。皆さんよく街道行かれるようだしな。以前に安全祈願を兼ねて買ったこの品をお譲りするとしよう。お、大した価値はないが、どうか受け取ってくれたまえ。そういうことなら、ああ、ありがたく役立たせてもらうとするか。よかった。少しでも恩を返せて。皆さん、本日は大変お世話になりました。どうぞ皆様もお気をつけていかれますよう。ごきげんようですわ。うん。そちらも道中気をつけてな。ゆっくり観光を楽しんでくださいね。OK。まあ、学校から2000ミラ前から行っか。さあ、では次はパルム感動。おや、
どうやら先を越されちまいそうだな。しかしあの若いのが前から聞いてたやつだったとは。ない。お、あの紋章は。まずはお手並み拝見といくか。うちのチビがどのくらい育ったのかも含めてな。お依存はないで。では行くとしよう。なんとなんと。さて、よし行くか。どうだっけ。はいや。さあ、ことで行こう。ここを進むと廃道、引き返している余裕はなくなりそうだな。この先に進むとメインのストーリーが進行します。演習2日目のクエストやサブイベントなどが、消滅するので注意してください。いいよね、ベスト OK だよね。うん、いいね。よし、じゃあ行きましょう。ここ？ああ、昨日ラウラに助けられた場所だな。ターミル廃道、14年前に封鎖された場所。リベール王国との紛争前に山津波で滅びた村へと続く道か。とにかくまずは鍵を外してしまうか。これだけの鎖、外すだけでも一苦労だね。やっと開いた。これだけの厳重さ、やはり何かあるようだな。やはりそこに繋がりやがるか。あ、アガット来たんだ。トバルさんから連絡を。ああ、それと俺の方でもタイタスモー周辺を探ってな。両方軍の干渉を進めるように緩めるようにかな、かね。こっちの方へ大量の人形どもを移動させた跡を見つけた。公爵から仕入れた情報の裏付けにはなるんじゃねえか。そうでしたか、弱体化した両方軍の目を盗んで拠点にしたんだね。ああ、しかも何らかの禁忌に関わる場所らしい。見喰らう蛇、いらぬ知恵ばかり働くようだ。ああ、全く同感だ。この先の場所を抜け抜けと利用するなんてな。アガット知ってるの？リベールの方なんですよね。俺の生まれはラベンヌ村、帝国との国境近くの場所だな。アーメル村、名前くらいは聞いたことがあった。真実を知ったのは4年前のリベールの異変でたが、それはやはり百日戦役に関わりのある話場所でしたか。ああ、行くんだったら俺も付き合わせてもらうぜ。後輩どもへの義理と行っちまったバカ野郎に手向けをするためにもな。あ、サラからちょっと聞いたことがあるけど。わかりました、ありがたく力をお借りします。中継の名、聞きを読んでいる。永久遊撃士の実力、ぜひとも学ばせていただこう。はっ、サラと同じくほとんど我流だかな。光の検証の娘に見せられるもんがあるといいが。連中が何のためにこの先に入り込んでいるかは不明だ。だがここまで仕込んでいる以上、相当やばい状況が待っているだろう。覚悟はいいな、トールズ士官学院97組。ええ、とっくに完了。帝国の地に漂い始めたモヤを晴らすためにも、この先に待ち受ける闇、我らの手で払ってみせよう。
ドンピシャだったな。ふう、ミュゼの情報通りだったわね。でもここまで離れてなくてもさすがに大丈夫だったんじゃない？教官の気配察知を考えたらこのくらいの距離は必要かと。同行者たちも侮れませんし。ああ、なんとか気づかれずに後を追いかけるしかなさそうだ。場合によったら獣道を使う必要があるかもしれない。ああ、ここまでするのはちょっと気が咎めるけど、でもここまで来てて蚊帳の外は納得できないよね。八組のあんたがどうしてついてきたのかは知らないけど、私たちのこと気に食わないんじゃなかったの？はっ、俺の勝手だろうが。ランドルフの野郎を巻いてこいつを持ってきたのを忘れんなよ。いいのかな、戦力としては妥当かと。どうせ通せない道理、多少の無理は押し通すまでだ。後で怒られんぞ。あれ？どうしたんだ？もう訓練が終わったのか？いや、それがね、少々まずい状況だな。え？くそ、やりやがった。どうしたんですか？まさか、また襲撃があったのか？訓練中にアッシュの野郎が、ドラッケンごと消えちまった。有望。クルト、アルティナ、7組の連中もついていったらしい。え？なんだと？お役に立てて何よりです。なんと。午後1時40分。お、なんか飛んでる。やっぱり、小型の人形兵器。鉄鋼、警戒用の機体か。ああ、しかも見たことのない新しいタイプみたいだな。この先に連中がいるのは確実みたいだね。状況開始。トールズ97組。これよりハイドの探索を開始する。目的地はハーメル村跡地。ケシの狙いをつかみ、これを阻止する。ラウラ、P、エリオット、アガトさんもよろしくお願いします。おう。任せてもらおうか。というわけで、こっから先はまた次回進んでいきたいと思います。ハーメルハイドを、この先でね、めくらう蛇が待ち受けてるでしょうけれども、まあ、どうにかこうにか、切り抜けまして、それの企みを阻止していきたいと思います。はい、では、英雄伝説戦略的3実況プレイのパート34、最後までご視聴いただけるとございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見切れなら。